小柳蒔絵小柳蒔絵は、日本の内務官僚、政治家、幹線県知事、新潟市長、衆議院議員、参議院議員、幼名、伝之助、新潟県北貫原郡川東村大穴城、くすの木川に生まれる。柴田中学、第一高等学校を経て、1九0 9年に、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業、同年十一月、 文官高等試験行政科試験に合格。1910年、内務省に入り北海道族となり、1913年、北海道調理次官に就任。その後、新潟守備軍民政部事務官、臨時新最急護事務局事務官兼総務課長、青森県内務部長、山口県職機関内務部長、神奈川県職機関内務部長などを歴任。1926年9月、 青森県知事に就任。1927年5月17日に休職となる。以後、福島県、長崎県、兵庫県の各知事を歴任した。1931年12月18日に兵庫県知事を休職。1932年1月29日、伊ガ面本館となり退官した。1934年1月、新潟市長に就任。 1936年2月、第19回衆議院議員総選挙で、新潟県第2区に立憲民政党から出馬し当選。1942年4月の第21回総選挙まで連続3回当選した。この間、平沼内閣の文部政務次官を務めた。戦後に公職追放となる。追放解除後、第2回参議院議員通常選挙の 新潟地方区補欠選挙で当選。以後、第4回、第6回通常選挙で当選し、通算3回の当選を果たした。1968年7月の第8回通常選挙には出馬せず引退。参議院議員としては、参議院内閣委員長、外務委員長、公職選挙法改正に関する特別委員長などを務めた。 1981年12月21日死去、去年97、ありがとうございます。